This and similar tales describe fantastic events to account for the numerous steps in the production process. And thus these stories imbue coffee with a mysterious feeling not held by other popular beverages. はい、じゃあやっていきましょう。今回ですね、コーヒーの話のもう一番最後の文章になります。さあ、予告していた通り、ここら辺ですね。この難しい単語たちをどう解釈するかっていうのを中心にやっていきたいと思います。はい、じゃあね、まず主語からいくよ。This and similar tales。これが主語でしょうね。これやそれに似た物語が describe 動詞、描写していますと。Fantastic events。ファンタスティックな出来事。ファンタスティックって何とも。ファンタスティックだけ見ると、まあ、ファンタスティック素晴らしいとか、そういうのを思い浮かぶかもしれませんが、今回のファンタスティックっていうのはちょっと違う意味じゃない？よく考えて、ファンタスティックってそもそもは、ファンタジーから来てるんですよね。そう、空想。なんで、今回、結構ね、伝説的な物語とか言って、まあ、ちょっと空想上の話だったじゃん。って考えたら、これファンタスティックは素晴らしいじゃなくて、空想上の出来事って感じで、そういう空想上のっていう形容詞と思ってくれた方がいいかなと思います。はい。で、その空想上の出来事を、これやそれに似た物語が描写しています。で、ここからね、to account for the numerous steps。まずね、to 不定詞は、この空想的な出来事にかかっている形容詞適用法と思ってください。っていうのも、この空想的な物語っていうのが、これだけで漠然としすぎてるからね。その内容がここにあると。で、account for the numerous steps ですけど、これね、動詞がわかんない場合は、後ろの前置詞に注目してください。for ってどういう意味でした？なんとなく、矢印した感じありますよね。こう、向かってる感じね。ですね。なんで、このアカウントがちょっとわかりませんだとしても、この前置詞の意味を利用する。これは前回もそういう話をしていました。そうだから、numerous steps。numerous はね、たくさんのって意味で、たくさんのステップに向かっている空想上の出来事。いいですか？で、ちょっとたくさんのステップスの説明がまだ続きます。in the production process。コーヒーの生産過程におけるたくさんのステップね。コーヒーってもうパッとできるわけじゃなくて複雑なプロセスが必要だって話をずっとしてましたよね。でそのコーヒーの生産プロセスにおけるたくさんのステップに向かっている空想の出来事で、まあ意味は当然何となく通じるよね。そう、このたくさんのステップっていうのを説明している出来事っていうことで、はい、なんとなく前置詞だけでも意味は通るかなと思います。無理やりね、アカウントはカウントで数えるだからとかやっちゃうよりも、前置詞が絡んでるなって思ったら、まあ前置詞を利用してください。ください。はい。アカウント方はね、説明するっていうです。これは結構有名なんで、ついでに覚えておきましょう。はい。で、次ね。And thus, these stories imbue coffee with a mysterious feeling not held by other popular beverages. さあ、アンドレ並んでますが、ね、まあ、thus、こうして、These stories, 主語ね。こういった物語が、imbue は動詞でしょう。さあ、imbue の意味は？わかりませんか？でも、ここに with がありますよね。はい。これは、正直、一回、精読の、この授業で、精読の丸二だったかな？で説明しているんですけど、もう一回おさらいとしてやっておきます。はい。SVA with B という動詞の語法があるんだよね。with が絡んでくる時の動詞はこういう意味になることが多いですと。一つ目、与える系、ね。A に B を与えるです。ね、二つ目、関連系。A と B を結びつけるっていうね。そう、与える系はね、プロバイドとかサプライとかプレゼントとか。関連系はコネクトとかアソシエイト、ね、とかね、まあ、ぜひちょっと精読2の授業をもう一回確認してほしいんですけども、こういった意味あったよね、動詞 A with B ね。ね、これ絶対覚えてた方がいいです。はい、じゃあ今回はっていうと、実は今回はどっちでもいけるかな。コーヒーをミステリアス、神秘的な感情、まあ、not held だから後ろからかかってます。これ held は過去分詞ね。hold 持つだから持たれるって感じか。by other popular beverages。他の人気のある飲料水によって持たれていないミステリアスな感覚、
このミステリアスな感覚をコーヒーと結びつけてるんだよも意味通じるし、こういった物語がコーヒーにミステリアスな感覚を与えているんだよって言ってもこれも意味通じるよね、ですね。はい、ということでね、こういうふうに動詞 A with B っていうのが A に B を与える、 A を B と結びつけて考えるっていうねことで今回やっていってほしいなと思います。ちなみにインビューは受験生は覚えなくてもいい、全然覚える必要ない難しい単語です。はい、なんでね、まあ気になる人は辞書でもビッて調べてみればいいと思うんですけど、はい、ということでね、いつかこういった物語はコーヒーに他の人気の飲料水が持っていない、神秘的な感覚を与えているんだよと、うん、はい、という、まあ、まとめ的な、ね、文で終わりましたということです。はい、いかがでしょうかね。ということで、ね、精読の授業今回はこれで以上とさせていただきます。また別の話をね上げていきますんで、そちらもお楽しみに。